こんにちは3月17日日本株投資戦略レポートをお届けしますす楽天証券久保田です今日のテーマですけど株主優待で人気の JR4 社 JR 東日本に今注目する理由ということです今コロナで業績ひどいことになってますけども長期的に投資の機会ではないかというふうに思っています、まあ、最初にまずあの結論から述べますね、えー JR4 社とも、業績や株価は当面、えー、あまり良くないでしょうということですね。したがって、短期的に株価の上昇を期待しているんでしたら、あまり面白くない投資対象だと思います。ただし、中長期的に観光業や新幹線の復活を見据えるなら、 今から投資してていいいっ長期保有すするのも悪くないなという,ふうに思いま JR4 社の中で JR 東日本の長期的な投資価値が一番高いというふうに考えています JR 西日本や JR 九州も中長期的な復活を考えるならば投資していく価値はあると思いますただ注意が必要なのが JR 東海です えー、事業に占める新幹線の比率が高いので本来ならば j r 四社の中で一番投資価値が高くなるはずなんですけどところが今 JR 東海への投資には慎重になるべきだというふうに考えていますそれはリニア中央新幹線の建設を進めていることが、えー、これがあの以前は成長期待だったんですけど、えー ちょっとこれからはあのリスクとして意識しなければならないんではないかなというふうに考えていることです。これについては後でお話しします。で、えー、まず JR4 社のコロナ前の業績をご覧ください。JR 何がいいかということなんですけれども、私ファンドマネージャー時代に JR 東日本非常に好きでした。なぜかというと、 地味で面白みのない銘柄という人もいるんですけど実は次々と新しいビジネスを開拓してコロナショック前までは安定的に最高益を更新していたパフォーマンスの良い銘柄であったということですねご覧いただいている2018年3月期を見ていただきたいんですけどこれ連結経常利益 JR 東日本東海西日本九州全部最高益を更新していたということですね。 で、えー、最高級を更新しているドライバーは主に、えー、新幹線ですね。えー、新幹線は、えーまあ、人口の増えない日本で鉄道は成熟産業と見られてたんですけど新幹線の収入がどんどんん成長していいたととうことです新幹線はかつてビジネス客中心の乗り物でしたけどもコロナ前には国民の足として利用が拡大してきていたと。 そこに外国人観光客の利用拡大が追い風となって、さらにグリーン席の利用率増加というものも利益拡大に寄与していました。えー、ところが、コロナショックで JR4 社とも奈落の底に突き落とされたんですね。えー、次あの、コロナ後の、えー、利益を見ていただきたいんですけど、2020年3月期は、えー、大幅減益。 まあ現各社とも現役ですけども、えまだ利益を保ってたんですが、2021年3月期には各社とも赤字に転落という予想を出しています。えコロナ禍で遠出したり旅行に出かける人が激減したという影響を受けています。あと近年増収を牽引していた外国外国人観光客が全くいなくなってしまったと。 えー、さらにです、ね、在宅勤務やリモート会議の普及で近距離の、えー、鉄道収入も落ち込んでいるという影響があります。で、えー、株価を見ていただくと日経平均に対して大幅に、えー、アンダーパフォームしているということが分かるんですけれども。 えそれでも最近ワクチンが普及すればコロナが鎮静化するという期待が出ていることを背景に少しずつ株価がこう戻り始めてきているとただ依然として上値は重いんですね JR 各社にとって重く埋めとら受け止められているのは コロナが去れば OK っていうんじゃなくて、コロナが去っても、すぐには外国人観光客が戻ってくるとは考えられないことですね。さらに在宅勤務やリモート会議を推進する流れも変わっていないということ。コロナで大打撃を受けて、コロナ後も需要が完全には戻らないというふうに考えられていることから、JR 各社の株価は重く、上値が重くなっていると。 ということですじゃあなんで、えー、JR 東日本に今、えー、注目するのかということなんですけれども、えー、こちらに、えー、理由を書きました、えー、新幹線の成長というのは中長期的に続くというふうに私は予想していますコロナ収束後すぐには外国人観光客は戻らない可能性がありますねただその分 日本人も海外旅行に行くのが減ると思いますで、外国人が戻らない間は日本人による日本旅行が盛り上がるというふうに予想していますで、外国人観光客が戻ってくる頃には日本人も外海外に行くようになると思いますけどもまあ、どちらにしろ自然の美しい日本での旅行需要はこれからもかなりの成長余地があるというふうに考えています それとですね、えー、新幹線以外にそもそも多角化事業に成長余地があると思います観光事業というのはこれからも大きく伸びるというふうに考えています まあ、例えばですね、えー、観光列車っていうのがあ,あるんですけれども、これ、伸びると思いますね、電車をただの移動手段じゃなくて、えー、電車の中でさ、えー、まざ、あ、まなエンターテインメントを、えー、提供するというのが、まあ、観光列車で、JR 九州など非常に得意ですけれども、えーまあ、例えばですね、JR 九州が2013年に導入した えー、豪華寝台列車クルーズトレインの7つ星の旅っていうのはコロナ前常にすごい人気だったんですね、えー、従来の寝台列車とは異なって動くホテルのような快適さが受けていたということですで JR 九州の成功を見て JR 西日本や JR 東日本も、えー、豪華クルーズトレインの旅っていうのを導入して、まあ、いずれも好評だったんですね でコロナが去ってまたあの旅行が復活すると人気が復活すると思います。で勝手な予想なんですけどもコロナ収束後 JR 各社がこれ私の勝手な予測ですけど提携して豪華寝台列車による全国をめぐる長期旅行っていうのが売り出されるんじゃないかなと思ってるんですけどもそういったこともさらに4社の観光事業列車事業の収入の増加につながっていくんじゃないかというふうに考えています。 JR 東日本に注目するもう一つの理由なんですけども、事実上の日本最強の不動産会社だというふうに考えています。こちらをご覧ください。えっと、こちらはの賃貸不動産の含み益の金額の推移を示しています、有価証券報告書などから確認できます。有価えー 新体不動産の含み益トップは現在、三菱自称ですね、2020年3月時点で4兆円以上の含み益があると。続いて住友不動産、三井不動産で、第4位が JR 東日本なんですね。JR、東日本は、 東京を地盤に持つという強みもあるんですけども現在、賃貸不動産に1兆億円の含み益需給っていうのは今、緩んできてるんですけどそれでも過去7年の間に不動産ブームで膨らんだ含み益の価値っていうのは非常に大きいと思います。 で JR 東日本が事実上の最強の不動産会社だと思う理由なんですけども、日本の不動産の価値っていうのは JR の駅前が一番高くて、駅から遠ざかるにつれて安くなる傾向があるからです。JR 東日本は、えー、首都圏で最も価値の高い JR 駅周辺に豊富な土地を持ってるんで、えー、不動産会社として圧倒的に優位です。 鉄道事業で使わなくなった土地を再開発してオフィスビルをすると、まあ、駅前の一等地のビルになるということで土地の取得コストもかからないので収益率も高くなるということですね。リモートワークの広がりで都市部の不動産の価値がやや低下しているんですけれどもそれでもまあ駅前一等地にこれからも、えー まあ価値の高いビデオを作っていることができるというのが JR 東の強みだというふうに思っています。まあ、それとあの規制緩和によって駅中とか線路上空が利用できるようになってきたメリットというものも受けていますね。まあ、駅中に展開するルミネなどの JR 東日本の小売ビジネスというのは高い競争力を持っています。自前でで業ををやるのはなくてて抜群の立地を生かして 小売スペースの管理者としてその時で時で一番流行っている専門店を入店させるということで、まあ、小売業としてもまあ最強のポジションだというふうに言えるというふうに思っています。ま,あ、まとめますけれども JR 東日本、えー、今年も厳しいし来年も厳しいと思います。えー まあ長い目での長期投資ということですけども新幹線の復活さらにえ観光、不動産、小売、金融などのえ多角化事業が伸びる余地があるということから、えー、まあ、長期投資で買っていっていいのではないかというふうに考えています以上ですご清聴ありがとうございましたなおあのレポート内容をご評価いただければぜひチャンネル登録をお願いいたします また、いいねボタンもぜひお願いいたします。ありがとうございました。